根尾や藤原を率いて2018年の春、夏の甲子園で優勝した大阪桐蔭。実はこの世代は公式戦で一度だけ負けた試合があります。今回はその試合を振り返っていきましょう。負けた試合に関しては2017年の秋に行われた明治神宮大会となります。まずは秋季大阪大会からの勝ち上がりを見ていきましょう。大阪府秋季大会の結果となります。いずれの試合も大差で勝ち、危なげなく大阪府大会を制しました。続いて、秋季近畿大会の結果となります。準決勝までは快勝。決勝では後の選抜決勝で対決する智弁和歌山とも1対0で勝利しております。やはり、打線は昨年から主軸である根尾、藤原を中心に強打で圧倒し、投手陣は限り、根尾の2枚看板を中心に近畿大会では1失点と安定した投手力を発揮しております。見事、近畿大会を制した大阪桐蔭。続いて、明治神宮大会に出場し、1回戦では北海道代表の駒大苫小牧に4対2で勝利しました。準決勝の相手は九州代表の創成館です。まずは、両軍のオーダーを確認していきましょう。大阪桐蔭のオーダーはこちらです。春以降では4番藤原でしたが、秋では1番を打っています。先発はかっきり、根尾智子がままリリーフで待機。一方、創成館のオーダーはこちらです。先発投手は七ヒョウ。今大会初登板初先発。エースの川原。原阪神はリリーフで待機。打者に関しては満点なく当たっています。さあ、いよいよ試合開始です。2回裏に青地のタイムリーで大阪桐蔭が先制。3回表に3連打と藤原のエラーで創成館が逆転。さらに根尾の悪送球と内野ゴロの間に2点を追加し、大阪桐蔭を突き放す。3回裏に2つの内野エラーでチャンスを作り、中川と山田のタイムリーで2点を返す。4回から大阪桐蔭は横川、創成館はエースの川原が登板し、無失点に抑える。5回表に3連打などで2点を失い、突き放される。6回表から大阪桐蔭は根尾が登板。ピンチを作るものの8回まで無失点に抑える。一方、創成館も8回のピンチで伊藤にスイッチし、無失点に抑える。9回に創成館が犠牲フライで1点を追加。9回裏に中川のタイムリーで1点を返す。さらに西満塁のチャンスを作るが、青地が倒れゲームセット。結果、7対4で創成館に敗れました。創成館に敗れた大阪桐蔭。試合を振り返っていきましょう。攻撃面。終盤に毎回チャンスを作るが、得点できず、打者に関しても淡泊な攻撃が目立つ。守備面、かっきり、横川、ネオト世代を代表する3人が登板するものの、全員が失点。ここ1番で踏ん張れなかった。藤原、ネオトチームの主力の2人のエラーをきっかけに4失点。悪い流れから立て直せなかった。試合全体の印象としては昨年から出場しているメンバーも多くいるため、各選手の能力については申し分ありませんでした。一方、勝利への執念がいまいち感じられなかった点とチームプレーの徹底ができていなかった印象が強かったです。しかし、
この敗戦を糧に一冬越えた大阪桐蔭はさらにパワーアップし、春夏連覇を成し遂げました。また、その過程でも9回西から同点、逆転する試合もあるなど、学校にも強いチームでありました。その、学校力、というものはこの試合での悔しさをバネに成長し、得たものかと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。